縁あって、こうやって、かさこさんに秋田に来ていただいて、まあ自分の、経営する薬局で、これライブをするっていうのは初めてなので、すごく楽しみにしています。よろしくお願いします。じゃあ、まずは、山田さんから1曲目、やっていきたいと思います。はい。交差点という曲を、オリジナル曲を演奏したいと思います。では、来てください。心が望む先へ。
笠子の方はですね、新緑という曲をやりたいと思います。オリジナルソングです。苦しんだ長い冬の時代、終わり告げ暖かな春の兆しを訪れ、陰ながら努力続けてたことに祈り、世の中に生み出すたる嬉しさを返し飲んだ。辛い日々乗り越え、次々と次々にと夢叶う喜び、神の木々が豊かに青空に生えて、街を彩る希望に満ちた夢の散歩道。道端に咲く小さな花、違ってみんないいっていう言葉、まあ今多様性の時代って言われてますけれども、本当にまあみんな違うけどみんないいじゃんっていう、まあそんな思いを込めて、そこから発生して作った曲で、虹色という曲がありますので、そちらをぜひ聴いてください。僕らが出会ったのは偶然なんかじゃない、互いを照らすため引き寄せられたんだ。一人一人に色があり、重なり合って虹になる。
笑い会いたい時もいつもそばにいて思いを重ね合える一人一人は弱いけど手を取り合って虹になるみんな違ってみんないい虹色を作っていくみんな違ってみんないい虹色を作っていくみんな違ってみんないい虹色を作っていく。君の夢はみんなの夢君ならできると心から信じてる一人一人が希望の種空に伸びて虹になるみんな違う星空という曲をやりたいと思います。うまくいかないことばかりで、自分で自分を責め続けてた。頭の中だけで
こかで私を助けてくれる救世主を待ってた。空を見上げたら輝く星たち、今にも降り出しそうで、こんなにも綺麗な輝く夜空の下を歩いてたんだ。次の曲はですね、ちょっと今日のライブのために実は作った曲です。もともとこのライブをやるっていうきっかけに、なったのが、笠子さんと、まあ、オンラインでちょっとお話しさせていただいたときに、薬局でライブやるっていいんじゃないって言っていただいて、そういう発想が僕の中には全然、まあ毎日ね、働いてますけども、なかったので、そうだなと思って。それで、まあ今回、笠子さんが、まあたまたま仙台に、ちょっと用事があって来られて、そのままちょっとこのライブのためだけに、秋田に足を伸ばして来ていただいて、本当に、まあ感謝で、ありがたい気持ちでいっぱいです。で、その話をした時に、薬局ロックっていう曲作ったら面白いんじゃないって言われて、ああと思って、で、まあ今日このライブがやることを決まりまして、それでじゃあ、その薬局ロックっていう曲を作ってみようと思って。で、数日前から実は作り始めて、昨日完成した曲です。なので、ちょっと歌詞をまだ覚えてないので、ちょっと歌詞を見ながら歌わせていただきます。では、もう薬局ライブで薬局ロックを初披露になりますので、やってみてください。薬局胸焼けも薬局ロック薬局
音楽。元気さえあれば何でもできる。それが薬局の世界中の全ての人が健康でありますように。そしてここで笠子は最後の曲ということで、これが終わるとですね2人でコラボというのもありますけれども、僕の方で最後の曲はオーバーザレインボーという代表曲をやりたいと思います。伸びるのがどれでしたっけ。ここか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、では笠子代表曲ということでオーバーザレインボーという曲です。できない理由を見つける天才、できる方法を1ミリも考えなかった。夢を語るなんて馬鹿げた妄想、そうやってカッコつけて自分から逃げ続けていた。誰も自分に注目してないのにビビって、人の目気にして気を使いすぎて袋小路。プライドばっかり高くて頭でっかちで動けない。何もせずにいつまでもグダグダしてるんじゃねえ。てめえの去った心を、自意識過剰な気持ちを捨てろ捨てろ。くだらねえ心を打ち抜け。狼少年になる。
た。スマホを片手にネットニュースに夢中になり、世の中陰謀論で分かった気になってた。時代や社会のせいにして自分じゃ一歩も動けない。誰も君の拗ねた気持ちなんかどうでもいい。悲劇のヒロイン気取っても、誰もあんたのこと助けやしない。マジで生きろ、死ぬ気でやりたいことやってみろ。災害戦争、最終期限、自分じゃ決めることできない。だからたった一度の人生を、嫌なことばかりに追われて無駄に過ごし、生きてる意味なんてどこにもねえ。自分のハンドル握って、場所に行けばいい。どこのゴール目指すかは自分自身で決めろ。2人でということで、今日初めて先ほどちらっとやって、そうです、ね、ちょっとうまくいくかどうか分かりませんけれども、ちょっとやってまいりたいと思います。